はい、皆さんこんばんは。ギンゴルの小池です。ギンゴルの有田です。ギンゴルじゃねえよお前あれ博士、ちょっと今日はキャラが、はい、じゃあ有田来るとやっぱ同級生だからなんか、はい、そう解放されちゃうんで、はい、で今日も、はい、日吉にあります、はい、パームスプリングスからお送りします。素晴らしい練習場でありがとうございます。前回はあのドライバーのバーチカル縦の動きの質問があったんですけど、まあ大きく勘違いしちゃった。勘違いしてた、はいはい、でそれで突然ね、それでもまだボールがちょっとフックが気に入らないと。気に入らない。フェアウェイ行ってんだからいいなと思うけどさ。いやダメだね。フェアウェイじゃない可能性もある。まあもうちょっと転がったら、ね、やりすぎるとね、はい、うん、でもドライバーなんか次打てるとこ行ってればいいんですよ、アマチュアの人は。いやちょっとね、林恐怖症なんで、まあ、アイアンの低いボールばっかり上手くなっちゃってるから今、あ林の中入っちゃう。だからスコアがやりたくないですよあんまり、ね、そう。でもだいぶそこ直ってきたんですけど、はい、安定させたいですよやっぱり。じゃあドライバーもフェアウェイに打ちたいと。打ちたいし、はい、あんまりだからこんなドローっていうよりは本当にもうちょっと曲がってるぐらいの緩いドローぐらい、はい、あでもドローを打ちたいんですね。が別にいいんですよフェードでも。まっすぐ行けばいい。もともとドローアーだから、はいはい、フェードにいきなり直すのもなんかちょっと無理かな。あのこの間は言わなかったけど、もう曲がるなっていうところ分かったんで、今日はちょっとアドバイスしたいと思います。ちょっと打ってください。よろしくお願いします、はい。これいいんじゃない、このぐらいのフックだったら。今はまだあれなんだけど、はい、ちょっと危険だよ ね、はい、あのね、危険なちょっとねボールな気がする。有田君ちょっと構えてください。もうね、はい、全然ダメですひどいよねなんか。いいですよ、同級生だから。褒められて伸びるタイプだからさ。ちょっとあ、そうなの、うん、いや、でも褒めるとこが少ない場合はちょっとね。そうひどい。だってさ、君たちひどいよ。この人さ、勘違いしてるよね。何が。奈々ちゃんと自分が一緒だと思ってるのかな。ああ、そうでしょ。確かに変わんない。奈々ちゃんはこうだからなんつってさじゃあちょっと、はい、いいですか、はいはい、まず、はい、これ何ですか、この左の肩が左の角に向いてんの、こうやってね。知ってた。あ、ラウンドいっぱい行っちゃったからだな。それでさ、確かに昔習ったな、こう、こう、で、ここにクラブが入るぐらいのこんな感じ。そうそうそう。で、ね、これがまずこうなってたじゃん、あれだね、こうだって。それで左向いてるから右のつま先がどん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 右向いてきて、左のつま先、要するにこうですよ。こうやってたよ。こうやってやってる。それでこれでヒールに構えて、そのままこうやって打ってるから、スライスかフックしか出ないです。なるほどなるほど。まだ構えが悪いと。構えが悪いです。ちょっと待って。じゃあ、なるほど、年点が不足してましたね。あ、だから結局それで年点が不足するってことですよ。これでどうでしょう。これでもまだ左ですね。このぐらいですね。これ、そう、こんな。で、なんで左向くかっていうのを教えてあげます、はい、要するに右手がこう前に出てくるじゃないですか、うん、そうすると自然にこう右肩って前に出ちゃうんです。あ、そうですね。で、それをみんなこう右にちょっと側屈を入れなきゃいけないんですよ。 あえてアドレスの時から。アドレスの時からいくらか入れなかったら、だって右肩前に出ちゃうでしょ、腕が前なんで。これを正しくするにはこうするしかないわけじゃないですか。へえ、あ、そうなの。やってんの。やってますよ。ただ上手い人はみんな普通にやってんだけど、もう一回じゃ普通にやってみて。右手が前の分だけこう前出てます。普通になるとなるよね。これをちょっと側屈こう入れます。そうそうそう、そう、このぐらいで構えるようにしてください。これでどういうイメージが出るかっていうと、うん、この時右足遠くない。なんかすごいこう、こういう時はいいよ。こうなってる時は、例えばこう構えてる時はこっちこうやってやってもいいけど、ね、普通にまっすぐしてこうやって、これ遠くない。まあ簡単に言えば足の向きだってどん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 このクローズになってきてるわけ。少しちょっと右の角向いてる、うんうん、だからそれ分かってればいいよ。右に向いてて肩がオープンでって。え、なになになに、え、どういうことどういうこと。じゃあここで考えてみよう。これでもまだほら左向いてるでしょ。で、この時に見るとほら足見て、このクローズ、うん、右向いてんじゃん。これでまっすぐ。でもさあ、右の足はこうで、足もこうで肩がこうなるってことは右の側屈入るでしょ。ほら縮めるでしょ、この筋肉。有田普通に構えててよ。え、普通に構えて、普通に構えたらこうだよ。今ね、写真撮って見せてくれるって。こう、小立てが見て、こんだけ左肩が引けてるんです。これ右前から映して、これですから。うん、だから後ろから映すとほとんど右肩がこうやってかぶってる。なるほどなるほどなるほど。そう、わかりました。それちょっと待って、直してみるね。じゃあね、これ直すと、
こういう感じね。これでまだこれ見てみて。まだ？こうだ。だからそうするとボールがなんか左に遠くない？ちょっとなんか遠くになってくるでしょ。えらいもうちょっと右に打ちたく置きたくなってくる。そうでしょ、うん、だけどちょっとこのぐらいに置きたくなる。そのぐらいにしてください。このぐらいに置きたくなる。どん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 ももももももそうそうそう。そこ置きたくなったでしょ。そう。それでももがこのくらい来ました。でちょっとこうこのくらいこのくらい。いやどん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 こうしたくなってくるから。いやでもさこれってさ左向いてないフェースこれって。ああだからもうそこがもう 目がおかしい。これ左向いてない？まっすぐこれ。向いてないこれまっすぐ。かぶってないだってこれ。かぶってないよ。本当？うん、かぶってないの。え？だって手一回手どかして。で後ろから覗き込んで後ろに行って。どう？本当だ。本当でしょ？いや間違えてた俺構え方を、はい。すごい開いて。はい、だからあのこうやってこうやって構えちゃってるから、うん、フックするっていう恐怖心が前からあったからチーピン持ちだから。だからどっちかというとこういう感じに構えなきゃっていう感覚だったっけ。こういう感じに。そうですよ。逆なんだよ。なのになんでこうやって構えてるの。あ、いや違う違う、フックさせないから。違う違う違う。いやだからいやもっと俺はこういう風に構えてたつもりだったのにこういう逆こういう風にやるから、うん、これえでもこれだから最近スライスになっちゃったんだよ。だからだよ。やりすぎてんだ。ドローヒッターっていうのはフェースが本当1ミリ2ミリでも右向いてない。だからフェース間違えてた。そもそも左向いてたらそれスライス打ちだから。だから右行っちゃうんだ。そうですよ。時が多いんだ。それで肩開いてればスライサーですよ。スライス打ってる。ちょっと構えてみる。そういうでもちょっと、ね、だけどそれが今チーピンになってるってことはかぶってるってことだからそのまま。ちょっと待ってよ。じゃあ今ならちょっと待って、まだだよ、まだだよ。これでこんな感じ。お、来た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 。これどう、これどう、うん、左の角です。え、このくらいだから、ま、ちょっとちょっといい、今だけちょっとこのくらいに構えて。そうするとさしょうがないから。だって遠い、そうするともっとこのくらいになりしたくなるよ。遠くに構えてるから今こうなってるけど。そうするとさボールの位置でよく左かかとって言ってるんだけど、こんな内側入ってるの？かかとじゃないの。いいの？ボールの位置かかとじゃないです。どこ？左のほっぺたの前です。ほっぺた？だから要するにこうやってちょっとあえてみて、こうやってたらじゃあ例えばだよ、じゃあ左かかと理論が合ってるんだったらこれ、あ、これで合ってるわけでしょ。左かかと、左かかとでしょ、うんうん、でこうしといたらどうする？そんなやついねえよ。食べる話でスタンスが広いしで言ったらどうする。ああそしたらこうなっちゃうじゃん。だからそしたらもっと広かったらこうしなきゃいけない。左のほっぺ、だって腕相撲めっちゃ強いじゃん。まあ昔ね、すごい強いでしょ。いや今も強いけどここが一番力入るところでしょ。こんなところで入るの。まあまあまあそうでしょ。そしたらここに置くしかない。かかととかじゃないんです。左のほっぺ、あ、分かった。力が入るのはここなんですよ。あ、そこがそもそも間違えてた。左のほっぺでいいんだ。なんだ、まあ、左のほっぺから左の脇までの間だったらいい。そうそうそう、まあその辺が左のほっぺから左の脇まで。あ、ここ。ただその間には絶対入れた方がいいと思います。わかりました、はい、それは鏡でチェックできるからみんな。ちょっと今まっすぐかどうか見て。あ、だいぶいい構えになってきましたよ。はいはいはい、フェースもまっすぐになったね。どうこれ。いいと思います。これいいですか。はい、これでちょっとあの打ってみてください。これもうちょっとでもさ、うん、ちょっとこっちだな、そうすると。あ、いいよいいよいいよ。こんな感じ。はい、いいでもいいです。これでいいですか。はい、いいです。これで打ってみていいですか。いいですよ。お、いい球だね。あ、今のいい球だよね。でも、そうですか。あのね、さっきのぐんぐん巻き込んでるよりは、うん、今みたいに今のスライスじゃないじゃん。右出ただけじゃん。そう、まあ、ネットが右強い、あの、今のいい球近いから。そう。あ、でもね、分かったよ。もう本当に初歩のところで。すげえいい構えになった、ま、ちょっとまだ直してないよ。いやいや、直して大丈夫。はい、OKOKOK。 こうだな。はいはい、そうそう。どうしよう。最高。いい、うん、別人28号。ちょ、もう一回やって。もうそうやってね、なんか一喜一憂じゃないけどもう一発一発でそんな反応しなくて、今スイング作りしてるから。そうだね、そうだね、構えてください。いきますよ。ちょっと違和感あるかもしれないけど、俺の言った通りやってもらっていい、うんうん、まず肩がこうまっすぐ、うん、そうすると腕の位置が変わったでしょ、ちょっと、うんうん、それでハンド少しこのぐらいで構えてください、うん、このぐらいで。ちょっともうちょっとこっちだ。そしたらこのぐらいがいい。でもっとこうです。 あれ、これ、はい、そうです。こういう、これでいいです。これでいい、これでいいの。あ、これでいいの。今かかとに体重かかろうとしてるんで、まあ母子球ぐらい。そうだね、そうそう、このぐらいね。ちょっと近い、そうそうそう、近いね、はい、こうだね、これ、はい、もうちょっと肩がこのぐらいでまっすぐです。
でこの足がまたこうドリフターズかこっちを直すとこっち開いてこっちを直すとこっちがクローズになってんじゃないかよ。そうそう、これで肩戻して OK。 それでこれにちょっとハンガー、これでいってください、はい、はいはい、いいよ、もう普通に打っちゃっていいよ。そのめっちゃいい球でしょ今、ドローでしょ、めっちゃいいから、まあ、ネットがちょっと2打席目なんで、うん、近いから、まあ、ドローなんで今までヘアウェイ、まあ、真ん中ちょい右、まあ、今いいですよね、分かるでしょ、確かに確かに、いいボールいいボール、感触が違うでしょ。255、なるほど、分かりました。そうか、ちょっとね、だからもうそもそも構えがおかしいんだ、構えおかしかった。そうだってさ、有田君こうやって構えてるで、ボール左の方で右足がこっち行って、それで肩開いてこんなんですよ。なるほど、それでこれをまっすぐやろうと、それで無理やりやろうとしてるから、そう、なるほど、必ずまっすぐ構えます。あのね、有田のね、あの癖ってこうなんですよ。コース出る、コース出たら大体1ラウンドで壊れるって言われる。なんで壊れるんですか、左に打つ競技だから、やっぱりこうまっすぐ向いてもらって、こう例えば剣道ので、こうやって下ろせば正しい位置は入るんだけど、ずっとこうやって見てるから、どん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 で、こっちに振るから骨盤も少しずつずれてっちゃう、うん、で、6ラウンドしてるで、こう、ま、なるじゃないですか。で、有田これをどうするかって言ったら、あれなんか回ってないからと思って、こうやって上げて、こうやって上げたの、こっちから戻す、はいはい、だからこういうダブリング、そうそうそう、だからこれ一回こうリセットして、これちなみにさ、肩が今直してもらった、うん、普通で言うと右手が出てるから左向いてるでしょ、はいはいはい、それをこうやって矯正する、はいはい、そうそう、これが本当にまっすぐかどうかっていうのか確かめる方法あるの、これさっき俺がやってた、ま、こう、うん、だから要するにそこうやって、そう、最初に、あ、最後これまっすぐなの、これそれまっすぐなんです、あ、そうなの、すげえ右向いてる感じ、こうやってからこうするしかないんですよ、あ、これまっすぐなんだ、あ、そうそうです、そうです、あ、そうなの、はい、だってこれほら、これもう一回上からくしゃる、これまっすぐじゃん、ほら女、な、そうやってればいいんだ、うん、ただ、俺はアマチュアの、アマチュアとかもプロもそうだけど、ちょっと今日まあ博士もいるけど、まあ、有田友達だからぐちゃぐちゃ言っちゃうと、ちょっと構えてください、俺はこう構えてほしいです、要は左手前の右手下、こんな、こういう状態で、デシャンボとか絶対こうなってるんで、これがまあ今のところ逆バージョンですよね、こっちに入る状態で構えて、あ、逆にしてほしいんですよ、こんな、そうしないと上体の開きってどんどん速くなっていっちゃうから、そうそう、これ左腕を張っちゃっていいの、まあ、確かにこれはちょっと大げさでも、でもこのぐらいで構えてる人いっぱいいる、はい、こんな、これちょっと打ってみてください、うん、これ今度張っちゃっていいの左、あ、いいですよ、はいはい、これで打ってください、まあまあいい、はい、これでいい、はい、ダメだ、ダメだ、あ、でもダメだって言いながらまたやってる、で一応さ、うん、試してみないと、はい、これ向きいいですか、向き、いいですね、いいですよ、いいですよ、めっちゃいい、まあ悪くはない、ちょっと有田もう一回そのアドレスしてみて、俺がやった人が見たら、これどうですか、有田が誰かを見たら、お、綺麗だなと思いません、思う思う、思いますね、全然思う、さっきのと相当やっぱり人が見たらこういう風に逆にね見える、これどう、あ、普通の人のアドレス、確かに、だからこれってさ、うん、もう右肘って、うん、右肘ってもうここにくっつくような感覚でいいの、実はアドレスって、あ、そうなの、あのね、くっつくっていうか、この腕がちょっとこっち側見てやるけど、みんな見えるように腕をこのままこっち側にこう外しちゃダメなんですよ、うん、このまま正面でこう肘がもっと中に入る感じ、こっちはいけないんだ、そう、こっち行くとどん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 こうなっちゃうわけ、外行っちゃう、ちょっと絞り込んでこう、そう、だから基本的にさっき小田が言ったのって、体の正面に肘が来るようにしたいんだ、有田君基本的に多分こうなんだ、それで右手がこう前に出てるんで、うん、だからもっと感覚はですよ、こういう状態の腕のこの腹の上向いた状態でこう構えてあげた方がいいと思います。それが自然じゃないですか。なるほどね。有田こういう風に握ってるわけじゃん。これぐらいの感じ。はいはいはい。したらさ、こっちが絶対高くなるのに、なんでこう構えてんのに
こう見ちゃう。だからこれをだからまっすぐにまっすぐにしようとするとこうなっちゃうわけ。でもこうやった時点でこう平らになるわけ。そう、確かに基本これなの。確かにこういうふうに握ってんだよな。そうそうそう。ってことはさすがに俺もここまでやんないけど、やっぱもし有田を長期的に見て教えるんだったら絶対こういう、そう、なるほどなるほど、バランスでは教えます。で、なるほど、それであとそれでもうほとんどさ、ちょっと右に出てるじゃん、それが矯正するの。もう一回やって、あともう一個だけ。今のこれはもう分かったでしょ、まあ、要するに肩の向きが合うってことなんだけど、これができるじゃん、うんうん、で有田君ってもう、うん、あのダイナミックエイミングをアドレスで作りすぎてるのね。かかとの左つま先になってるわけ、こうやって。だから右のつま先がこうやって開いてこうなるじゃん。そしてもう最初は過剰に右に飛び出ちゃうってこと、それだと。だからももがこっち向くわけ。なるほど、これ気持ちいい。最初からやりすぎちゃってる。やりすぎて、だからまずはこの状態で母子球、母子球の内側で内転筋を使ってここで構えてほしい。オッケー、そう、あ、そうか、そうか。そしたらボールがまず右に出なくなるから、そのまま打ってこい。ここでいい。そう、はい、それで打って。ほら、ボールまっすぐ出たでしょ。確かに。右側になったでしょ。素晴らしい。だからやっぱりダイナミックエイミングはダイナミックですよ。通ってる、あの動的なもんだから、最初のエイミングをこうやっちゃってるから、だからなんかつま先がこっち開いて足がクローズで肩がこうなっちゃう。なるほど。そうか、ちょっといろいろ勘違いしてたね、うん、バーチカルも含めて、うん、そうですね。でもやっぱりそのスコアがいいのは、まあ、ショートゲームもそこそこ上手くなってきてるし。そうですね、まあ、だって6ラウンドやって86でしょ、平均が。そうです、そうです、そんなのおかしいわ、今までからしたら。そう、そしたらちょっとこう、そう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 、こんな感じでね。そう、 OK OK。 そうすると、ほら、ボールが最初から右出ないでしょ。出ない、はい、いいっすね。そうするとあれが捕まればほとんど真っ直ぐだってこと。なるほど。ああ。あれだね、あれ一つ言うと、あのやっぱりレンジボールの方が若干柔らかいんですよ。あの本ボールがちょっと硬いんで、あれより打ち出し角がちょっと高くなるんです。あ、めっちゃいい球に実際、ね、あ、そう、ここですごい高いともっと高くなっちゃう。あ、そういうこと。あれぐらいがいい、ちょうどいいんですね。わかりました、わかりました。よし、じゃあラストいこうか。これはいいな、忘れないようにしないといけない。いいね、肩の向きもいいし、い足の、まだまだまだね、まだだよ、まだだよ。いや、大丈夫大丈夫、そのくらい十分。エイミングもいいし、もうちょっとこっちだ、こんな感じじゃない。はい、あのね、今のね、いい当たりまでやろう。ちょっとあのね、うん、ちょっとこっち行ってた時になんでいいところをずら、またさ、どこずらした今。有田君ね、基本的に自分が打ちたいのはやっぱこうなんだよね。ああ、これずらしたい。こうやって構えてたのにちょっとこっち、こうやってやってる。ずらした今。ずらした、ずらした。本当に元に戻った。悪い癖がね。怖いねそれ、うん、ちょっと待ってよ。そう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 、ボールもっと中です、中です。トントンってやるってそういうことなんだ。そう、ほっぺたの前ですよ。ほら、かかとに行ってる、右かかとに。はい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 、そう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 。これどうですか。それならいいです。それだったらちゃんとボールが、はい、右出ないです。ほら、ど真っすぐです。素晴らしい、良い球、いい、じかじさん素晴らしい、うん、もういいです、打たなくて。もうすこんだけで、あとは練習。これそうだな、うん、ちょっとこれ仕込まないといけないな。分かったでしょ。分かった分かった分かった。だから打ち方ばっかり、なんかさ、この間の時もさ、バーティカル分かったけど、あとボールまっすぐ行かせるのは軌道だなとか言ってるじゃないですか。でもそれがもうそもそも違う。体がこんなになっちゃってるのに、こんなになってるのに軌道だけこんなやってダメですよ。分かりました。ああ、そうです。 OK、 いいね。なので、でも素直だったんですよね。なんか有田君らしくなくて、いつも素直よ。本当にいつも素直。いつも全然違いますよ。いいこと聞いたと思ったらメモってるもん。全然たまに無視してるけど。だって小田崎言ったらさ、はい、それ却下と思ってる。いや、それは分かりにくい時に。いや、うん、俺に送ってくるメールは半端じゃないです。超研究家なんで。頭いいんですよ。そこはすごい努力家なんですよ。メモしてね。努力家。メモして。うん。努力家なんだけど、やっぱりそうやってラウンドが多くなると悪くなるとこもあるよっていうことを、まあいろいろ。確かに、はい、みんなやっぱり一緒だけど、レッスンしながら違うことやっちゃうんです、ね、これを教えてるのに違うことやっていらっしゃる。いや、そんなことないよな。そんなことありますよ。いや、今やったって怒ってた。あ、そう、はい、今だってダメだって言ってるのに、最後これを最後にもうちょいこうとかって戻してる。いや、それだから無意識でいいだと思うんだよ。俺ちょっとかばっちゃうけど。分かりました。今日かばうね。意識する、意識するよ、うん、大丈夫、はい、大丈夫、はい。
わかりました。まあでも、これで重要だってことが分かった。ドライバーの悩みが消えて、はい、前回のバーティカルに続いて、うんうん、今日真っ直ぐ。今日2つ一気にバーティカルも分かったし、これからちょっと練習でバーティカル、はい、あの入れ込みますから入れてください。入れ込みますんで、そう、そしたらね、うん、もっと安定して距離伸びるかもしれないから。そうです、やりますよ、はい、次はあの僕は300ヤード飛ばすのしたいんで。それ必要ない逆だから300ヤード飛ばしたいって必要ないって俺が言わない。夏までには300飛ばさせます、うん、いやいや普通喜ぶよ、まあ、平均じゃないの。一発あの当たった時に300はあるけど、平均的に270後半は可能性はあります。280の平均にします、うんうんうん、それぐらいのパワーは、はい、それで夏には70台を出させます、はい、そうですね、はい、ずいぶん早くね。夏ってさもうすぐだよ。もうだって今日だってまっすぐ行ったじゃないですか。いつも林行ってたわけでしょ。だからこれだけでもうそれで86で回ってるってことは70台で回れるじゃないですか。そう、そんな甘くないです。そうだよね、頑張ります。はい、はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。